潮の流れも落ち着いたみたいだ。アルタベリー周辺の地図ももらったし、準備万端だな。これで心置きなく出発できるな。例の兄弟は外で用事か？このまま置いていけばいい。そういうわけにもいかないでしょ。いい機会だ。今のうちに目的の確認をするぞ。アルタベリーに着いたらすぐニューラスが作ってくれた偽の槍をルイに渡す。本物の槍は私が保管を。そして神器の奉納が行われる前夜祭、俺たちが持ってる本物の槍でルイを撃つ。ルイはこの槍の力を俺たちが理解していないと思っている。その隙を突くんだ。ジュナはルイが前夜祭に必ず来るよう念押ししておいてくれ。前からうるさく言ってる。警備が増えた凱旋者に居座られたら狙えないもんね。それで肝心の偽の槍は？バッチリ用意できてるぜ。どうだ、どっちが本物か分かんねえだろ。すごい、私でも見分けがつきません。アルタベリーに着いたらこの偽物をルイに渡そう。そうしたら計画開始だ。そういえば一度マグナス兄弟に詰め寄られたの。もしかしたら私たちの狙いに気づき始めてるのかもしれない。そいつはまずいな。より一層注意しないと。待て、足音がする。噂をすればだな。本物の槍は隠しておかなければ。遅かったな、置いていくとこだったぞ。全員揃ったな。そんじゃ出発だ。アイアイさん。あれ、みんなそういうんじゃないんですか？バトリンさんにそう聞いたんですが。それ騙されてるわよ。しかし仲を深めた人たちと離れるのは寂しいものだな。また戻ってこよう。いい土産話でも持ってな。はい、必ず。ここが山岳都市アルタベリーね。陸地に入ってからは早そうかな。そこは、よし、出発だ。新たな仲間を加え島を立った凱旋者はいよいよ内海の東側へ向けて舵を取る。目指すは王国の東の併合国モンタリオ公国。行く手には西の海洋都市とはまるで異なる険しい山並みが早くも見通せる。次に待ち受ける作戦はこれまでになく厳しい。無言のうちにそれぞれ身が引き締まるのを感じていた。確か連合王国の東の併合国モンタリオ公国の主婦、山岳都市アルタベリー。町の入り口へと続く参道は海岸線のすぐ間際から始まるが、その急勾配は波の凱旋者では一息に登りきることができないほどだ。その難所を過ぎるとほどなく高地の狭間に粉雪をいただく美しい町明かりが現れる。だがそこに待つのは間違いなくこれまでで最大級の試練。徐々に迫る決着の時、仲間たちは決意を新たにする。聖教の聖地アルタベリー、ずっと直に見ることはないと思っていました。あの大きなものは誓願だな。聖教に曰く神が手ずから形をなさしめた岩だそうだ。浮いてる、空に浮き出るようだと噂に聞くが真実とはな。ようやく動き出した。
相変わらず肝が据わってるな。いよいよだな。ご苦労だったな。それが九段の槍か。島の巫女を務めるユーファジアと申します。訳あって皆さんの旅の道連れとして加わりました。私を恨んではいないのか。彼らはむしろ大切な恩人たちです。あなたはその彼らの指導者と聞いています。ほう、島民の恨みを買うこともなく槍を得たと聞いたが、真実とはな。大したものだ。いよいよ運命もフォーデンを見放し始めたようだ。お前たちのおかげで焼け野原から苦労して拾ってくることはせずに済んだな。島民がガンとして槍を譲らなければカラドリウスの砲撃で里を焼き払うことも考えていた。な、ん？何を驚く。より多くを救わんとすれば時には犠牲を払う。他ならぬ島の民がお前にさせようとしていたことではないか。あなた、受け取った槍は後ほど私の部屋へ持て。怪我をしての務めご苦労だった。体をいたわる。あとは明日から始まる聖教祭を待つのみ。催しは歌劇場で2日にわたって行われるようです。初日はまず前夜祭ね。私も歌うことになってるわ。期待してて。2日目が本祭。持ち寄られた神器を封印する気でしょう。名実ともに聖教の教えこそ最大の権威だと示すために。くだらねえぞ。教えの正しさに自信があんならいらねえだろ、そんなことは。フォーデン、いや聖教の終焉だな。どのように飾ってやるかせめて思案するとしよう。ねえルイ様、今回こそは私の歌ちゃんと聞きに来てよね。開会式の時みたいにいないんじゃ具合がないの。心配するな。顔も出さぬ気ならここまで来たりはしない。じゃ私は今から歌劇場の下見に行ってくるわ。晴れ舞台だもの。お前たちもご苦労だった。想像以上の働きだ。間もなくフォーデンの天下は崩れる。ここからは競争を降り、一層私の力となれ。承知しました。しばらく羽を伸ばすがいい。明日は楽しい宴になりそうだ。槍が偽物とはバレていないようだ。ニューラスのやつ、こういう腕前だけは一流だな。ユーファ、大丈夫？あの人、里を滅ぼすつもりだったんですね。どうしてそんなことを思いつくのでしょう。どんな人にでも、心の奥底には良き魂が輝いていると、私はそう思ってました。でも、あの人を、なぜ皆さんが撃たねばならないのか。理解できました。そうか、なら気を取り直して宿でも探しに行こう。少しは名も挙げた。前よりはマシな宿に泊まれるだろう。さてどうだかな。この町はフォーデンのお膝元だが、拙者たちは品評会で大恥をかかせた。それはだが大事の前だ。正直言って今くらいは体を伸ばして休みたい。寒いな。凍えちゃうね。それならムツタリ族がやっている宿を探しませんか。聖教のお膝元なんじゃないの。この辺りは元来
多様な教えの根付く町だったそうです。島と唯一交流があるのがモンタリオなのもそれが理由だと。確かにおじい様の代くらいまで聖教の目立った建物はあの歌劇場くらいだったと聞かされたことがあるな。今ではすっかり聖教が悪しき異教からこの地を取り戻したことになっているもの。改宗したふりをしてひっそりと暮らしているムツタリ族も多いはずです。そういう宿があるなら都合がいいかも。探してみましょう。そういえば、確か